GM ベトナムは、ゼネラルモーターズのベトナム市会社で、シボレーブランドの自動車の製造及び販売を行っている企業。1993年12月に、韓国の大宇自動車の現地合弁企業、ビダムコとして設立。2000年4月に、大宇自動車の完全子会社となる。2002年10月に経営破綻した大宇自動車を、ゼネラルモーターズが買収し、 GM ダイウ自動車技術が発足する。ビダムコも GM ダイウビダムコに改名した。その後は GM ダイウブランドで車種を投入していたが、2006年のキャプティバから順次、シボレーブランドに切り替えていった。GM ダイウは2011年3月に韓国 GM に社名変更し、GM ダイウビダムコも2011年7月に GM ベトナムに社名変更した。 2018年6月28日、ゼネラルモーターズとベトナム最大の私有コングロマリットであるビングループ市会社のビンファストは GM ベトナムの事業上等を含む戦略的提携で合意した。同年末までに GM ベトナムのハノイ工場、ディーラーも及び従業員がビンファストに引き継がれる見込みである。ビンファストはベトナムにおける死亡例車の独占販売者となるほか、 ハノイ工場に大規模投資を行い、GM から技術供与を受けて2019年から自社ブランド社の製造・販売を行う。ありがとうございます。